6時半なのであんまり大きな声で話せませんが、これ映ってるのかな、ちょっと待って、ピントがちょっとね、合ってるかな、ピント合ってますか。これね、僕の泊まってるホテルです。なんかあの何ですか、寝起きドッキリみたいな話し方になってますが、ここ僕の部屋です。ここ僕の部屋で、ここから1メートルぐらいしかないですよ。1メートルぐらいなのに、ここにドアがあるんですが、これね、あの火事になった時に火が燃え広がらないようにドアで仕切ってあるわけですよ。ホテルの廊下をずっと、廊下長いんですよ、このホテル。大きいから、ホテル自体が。でも建物はものすごく古いんですよ。で、このドアを開けると、この幽霊屋敷みたいな音で、大丈夫かな、こっちまで人、こっちも部屋がある、幽霊屋敷みたいな音で毎回目が覚めるんですよ。僕の部屋1メートルぐらいしかないんですよ。そう、あいた、ほら、ね、この音がするわけですよ。で、こっちもずっと部屋があって、1メートルぐらいしか離れてないんですよ、僕の部屋と。あれ、どこかな。とにかくね、このホテルものすごく大きいんですけど、すごい古いんですよ。これ全部ホテル、あれも全部ホテルですよ。このホテル、このほらエレベーター、これこんななんか古い建物に泊まったの初めてですよね。大丈夫なのかな、外の景色は大丈夫かなんかどうかわかんないですけど、あれなんだろう、小さい家みたいな、あれ地下だな、地下ですね、あそこ地面っていうかあれなので、地下の屋根ですね、あそこにいっぱい並んでる地下室の屋根。なんか喋ってる。ちょっと。マジでもうちょっと。この。なんか。ハッピーなんとか、ピアワーか。今日からだから。ブレックファーストルームトイレットとかなんか書いてある。ちょっとまあね、ここら辺、こっちはね、これ広いからいいんですけど、Wi-Fi が、部屋で Wi-Fi が繋がらないんですよ。部屋で Wi-Fi が繋がらないんですよ。ここに来てやらなきゃいけないんですよね。ちょっと今から、昨日到着して
40時間ぐらい寝てなかったので、もう到着してしばらくしたら寝てしまったんですね。あ、この屋根、そうだ、ここだ。ほら、あれ地下じゃないな。じゃあれどういう作りだって言ったろ。ここさっき見てたところですね。まあ、一応こんな感じですかね。地下じゃない、屋根だ、あそこ、そこにも。まあ昨日40時間ぐらい寝てなかったので、昨日の昼の12時ぐらい寝たので、したら 夜の12時頃起きました。で、あのキーっていう音で何回も目が覚めて4、5回目が覚めましたね。まあ1週間ぐらいしたら慣れると思いますが、ちょっとまだちょっとね、昨日だから。で、その部屋に入ったらすぐ、僕のドア、部屋のドアを開けたらすぐ50センチ右にもうベッドがあるわけですよ、僕の。つまり、あのキーっていうドアから僕のベッドまで2メートルぐらいしかないわけですよ。あ、1.5 メートル、2メートル、まあドアの分があるから2メートルぐらいかな。まいったな。すっごく大きな音で聞こえるんですよね。いや、こんな感じのホテルです。またまた。